あれからずっと。先生、お帰り。ただいま。ラブレターか。見ちゃダメ。いいじゃないか別に。一体誰に出すんだ。好きな人ができたってことだな。いちいち聞かなくたっていいでしょ。ピノコは18歳よ。ちゃんと恋してる人いるんやかや。私にくらい話してくれたっていいだろう。ふやいましないのよじゃ。そうかいそうかい。だったら一つだけ言っておくぞ。さっきの鯉だけどな。あれ魚の鯉だ。ダメだこりゃ。いやー、子供の字なんで住所を判別するのに時間かかっちゃって。これはピノコのラブレター戻ってきたのか。私宛てじゃないか。白鳥座のデネブだろう。それじゃあ、あのちっちゃい消えそうなのは？あんなの知らん。あんなちっちゃいの消えたってわかんないね。人の目で見える一番暗い星を六等星と呼んでる。その100倍明るい星が一等星だ。一等星はあのでかい星だ。六等星はほとんど目に見えないくらいかすかな星だ。だがな、ちっちゃな星に見えるけど、あれは遠くにあるからだよ。遠く？電気の明かりも近い方が明るく見えるだろう。本当は一等星よりももっと輝いていても、地球から遠くてわずかな光しか届かない星もある。一等星よりもずっと眩しく輝く星が地球から遠いというだけで六等星として扱われる。
あ、そうだ。姉ちゃんってあのずーっと離れて一人ぼっちでしたっていうのがチェンチェンよね。それであのチェンチェンの横でくっついてちっちゃく光っていうのはピノコなの。お前六等星でいいのか。ちっちゃく見えても大きな星なんでしょ。